世の中には意味がわかると怖いことってたくさんありますよね。パッと見何とも思わなくても、見る角度を変えた途端、とんでもない恐怖があなたを襲うかもしれません。今回は意味がわかるとゾッとする画像を7枚ネットから集めてきました。画像のおかしな部分にあなたは誰よりも早く気づくことができるでしょうか。こんにちは、ペクです。普通に見ただけでは何とも思わないのに、見方を変えた途端一気に戦慄の恐怖に変わる画像ってありますよね。世の中には僕たちを震え上がらせる恐怖の画像がまだまだ存在していました。今回はガチで怖いものから、そういうことかと妙に納得してしまうものまで、意味がわかると怖い画像を集めてみました。1、正反対のタイトルの本。ここに2冊の本があります。1冊のタイトルはサラリーマンなんか今すぐやめなさいで、もう1つは一番いいのはサラリーマンというタイトルです。サラリーマンというワークスタイルに様々な意見がありますが、本を見る限りサラリーマンがいいと感じている人と、サラリーマンよりも別のことをするべきと反論する人が書いた本って感じですよね。でもこの2冊の本、よく見ると衝撃の事実が見えてくるんです。皆さん何かに気づきませんか？そうです、この2冊の本は著者が同じなんです。著者は堀浩一さん。ちょっと調べたところ、兵庫県出身の日本の経営コンサルタント、馬主をやっている経営者の人みたいです。お父さんがプロ野球パリーグ会長などを務めた堀慎介さんらしいので、多分結構有名人なんですかね。本の内容は、一番いいのはサラリーマンは楽ちんなサラリーマンライフを送るにはどうしたらいいかみたいなことが書かれているみたいです。逆にサラリーマンなんか今すぐやめなさいは、ビジネスパーソンに必要な実行力を身につけて自分の道を切り開く方法なんかが書かれているようですね。もう言ってることが真逆なんですよね。一番いいのはサラリーマンが2002年発売で、サラリーマンなんか今すぐやめなさいは2004年発売です。 Amazon レビューでは、本の感想よりも逆のこと言ってるというツッコミが大半でした。一体2年間で何があったのでしょうか。 2. だんだん背が小さくなる子供。子供の頃、柱に傷をつけて名前を書き、1年間の成長を記録したことのある人もいるんじゃないでしょうか。大人になってから見ると、成長したなぁと少し感動してしまいますよね。次は、ある子供の成長を記録した1枚です。画像はマリアムという子供の成長を壁に線を書いて記録したものです。見ていると順調に成長していることがわかりますよね。でもこの画像、よく見るとある違和感に気づきます。わかりますか？なんとマリアムの成長が6歳と7歳は普通に伸びていますが、8歳では成長とともに小さくなっているんです。これは書き間違い、同じ名前の別の子供の記録なのかなど、様々な疑問が浮かびますが、このマリアムは全て同じ子供です。一体どういうことなのか。これは国際人権 NGO の国際人権サービスが広告として出したもので、写真の下には以下のように書かれています。 About 50% of all landmine victims are children。これは地雷被害者の約半数は子供ですという意味です。つまりマリアムが8歳の時に地雷で足を吹き飛ばされて、身長が小さくなってしまったことを示していたのです。意味がわかるとゾッとしますよね。3、笑顔の子供たちの写真に隠された世界の悲劇。子供の笑顔ってめちゃくちゃ癒されますよね。次はそんな子供たちにまつわる意味がわかると怖い話です。紹介するのは3枚の写真です。どれも可愛い子供の笑顔が写っていますよね。一見普通の写真のようですが、意味を知るととんでもない戦慄と虚しさにあなたは襲われるかもしれません。少年少女たちの笑顔の下に書かれているキャッチコピーに注目してください。ショットバイと書かれています。勘のいい人であればなんとなく予想がつくかもしれませんが、ショットバイに続く単語は銃の名前を表していて、コールト、バレッター、グロックなどは実在する銃の名前です。そうなんです、この写真は銃で撃たれた罪のない子供たちを表しているんです。戦争だともっと数は多いかもしれませんが、アメリカでは毎年およそ1300人ほどの子供が銃関連の事故や事件で死亡していると言われています。4、心霊写真よりも怖い瞬間。2020年7月にある男性が SNS に投稿した画像が怖すぎると話題になったことがありました。強烈な違和感と命の危険を感じる一枚がやばいんです。わかりますか？なんと赤信号で停車中に真正面に対向車が見えるんです。これありえない事態ですよね。これは車線を逆走中の車と向かい合ってしまった瞬間なんです。逆走車が信号で停車していたのが不幸中の幸いというべきでしょうか。でもこのまま両者が発進してしまえば、正面衝突は免れません。まさに命の危機、心霊現象よりも恐ろしいリアルに背筋が凍りつきますよね。この最悪の事態にネットでは、パッと見た時何がおかしいんだろうと思ったけれど、逆走車に気づいて肝が冷えた、めちゃくちゃ怖い、どうしてそんなことになってしまったんだろう、免許を持っていない私でもゾッとした
などビビりまくる声が殺到。幸い逆走車はこの後右折していき事なきを得たそうです。詳細は分かりませんでしたが、なんとか無事で良かったですね。ちなみに逆走事故は一応減少傾向にあり、2016年から2018年でおよそ2割減だそうです。それでも年間200件以上は発生していて、2日に1回は起こっている計算になりますね。意外と身近なのかもしれません。 5.○○ で作った手袋。ネットでもかなり有名な怖い画像です。1枚の手袋を写したものですが、意味がわかるでしょうか。実はこれアメリカ史上でも類を見ないほどの残虐性があり、20世紀を代表する殺人鬼とも言われているエドワード・セオドア・ゲインの持ち物なんです。彼は女性を殺害しているのですが、殺害後の女性の扱いがヤバすぎると世界を震撼させました。もともとは墓場を掘り返して遺体を盗み、一部を加工し身につけるなどの奇行を行っていた彼でしたが、ついに殺人にまで手を染めます。1957年にようやく逮捕されたものの、警察の家宅捜索で見つかったのは15人の女性の変わり果てた姿でした。ゲインは女性を解体し、その皮膚でゴミ箱や椅子、ベルト、頭蓋骨でボールを作り、さらに顔の皮膚で仮面などを作っていたそうです。その中の一つが皮膚で作った手袋だったみたいですね。丁寧に縫い目もあり、一見人の皮膚で作ったとは思えません。ゲインはアメリカに大きな影響を与え、一部では彼をインスパイアするオーストラリアのアーティストがラティックスを加工して本物そっくりの皮膚に加工したジャケットやバッグまで販売されたそうです。 6. 鏡の中の自分が。鏡って時に映ってはいけないものを映してしまう時ありますよね。鏡系の意味がわかると怖い画像はホラー現象なのか光の屈折なのかわかりませんが、めちゃくちゃ多いんです。次も超ヤバい一枚です。鏡の前に立って撮影をしている女性、写真の画像が程よく荒くてすでに不気味さを漂わせていますが、もちろんヤバいのは手前に映っている女性ではありません。女性の後ろにある鏡に注目してみると、とんでもない恐怖が見えてくるんです。この場合本体の女性は前を向いていますから、本来なら鏡には女性の後ろ姿が映るはずです。でもこの写真はちょっと違っていました。なんと鏡にはうつろな表情でこちらを見つめるもう一人の女性の姿がいるんです。服装も髪型も同じなので多分本人だし、鏡に細工がされている様子もありません。鏡の中からこちらを見つめる自分は一体何を訴えかけているんでしょうか。女性がどこの誰かでこの後どうなったのかなどは残念ながら分かりませんでしたが、鏡の中の女性のうつろな表情を見ているとこの後何かが起こりそうな不吉さを感じますよね。 7. 結婚式でヘルプの文字。人生の一大イベントとも言えるのが結婚式ですよね。でもそんな結婚式が時に戦慄の大地と化してしまうことがあるんです。次は結婚式が大変なことになっている画像を見ていきましょう。新婦の元でひざまずき、おそらく誓いの言葉で交わしている新郎と新婦の姿、一見新たな門出を踏み出す2人の美しきショットにしか見えませんよね。でもこの写真、新郎のある部分に注目するととんでもない新郎の迷いが見えてくるんです。新郎の靴に注目してみてください。なんと靴の裏にヘルプという衝撃的すぎる言葉が書いているんです。これは新郎の心の叫びなのでしょうか、それとも受けを狙った誰かのいたずら、それとも何か他に重大な意味が込められているのでしょうか。もう謎しかありませんよね。元ネタを探してみたのですが、残念ながらうまく見つけることができなかったので、事情がわかる人がいればぜひコメント欄で教えてください。冗談だといいですが、もし真剣に助けを求めているんだとしたらもう救いようがありませんね。こんな写真が一生残ってしまうなんて、この夫婦この後一体どうなってしまったんですかね。かなり真相が気になる一枚です。ということで今回は意味がわかるとゾッとする画像を7枚見ていきました。写真は時に写ってはいけないものを写してしまったり、僕たちが知らない世界の真実を写してしまったりと様々ですね。皆さんはどれが一番怖いと感じたでしょうか。ぜひコメント欄で教えてください。それでは今回の動画を終わります。最後まで見てくださった皆さん、ぜひグッドボタンよろしくお願いします。次に見てほしい動画は、これ。